最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日枝部です。おはようございます、スターバックスの加藤です。8月13日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとした流れ時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は8月の11日、8件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。Amazon Connect CTI Adapter for Salesforce が CTI Flows を提供開始。はい、Amazon Connect と Salesforce の連携に用いられる CTI コンピュータテレフォニーインテグレーションかな？アダプターが V5、バージョン 5.0 にアップデートしました。CTI アダプターを使うと Salesforce に CCP の埋め込みができたりするんですけれども、このアダプターにですね、 CTI Flows という機能が新たに提供されて、ドラッグアンドロップでエージェントの対応フローを構築できたりとか、またいくつかの機能的な追加、セキュリティ上の改善を含むとのことで、こちら後ほど詳しく取り上げていこうと思います。では次行きましょう。 AWS コードデプロイが VPC エンドポイントを利用したアプリケーションデプロイをサポート。はい、デプロイを自動化するサービスであるコードデプロイですが、こちらが VPC 内リソースへのデプロイ時に VPC エンドポイント、プライベートリンクですね、を利用できるようになりましたというアップデートになります。これによってインターネットゲートウェイだったり、パブリック IP、VPN コネクションを必要とせず、インターナルなアプリケーションのデプロイが可能になるとのことです。はい、インターフェース型のエンドポイントが提供されて、コードデプロイ、末尾がコードデプロイ、あるいはコードデプロイコマンドセキュアっていう2つのエンドポイントが用意されました。前者が ECS とかラムダに対してデプロイするためのもので、後者は EC2 にデプロイするときですね。コードデプロイエージェントを利用するようなときに、こちらのエンドポイントが必要になるようです。ということで、インターナルなネットワークでアプリケーションを管理している場合には確認してみてください。では次行きましょう。Amazon Comprehend が AWS プライベートリンクをサポート。はい、またプライベートリンクサポートですね。自然言語処理のマネージドの機械学習サービスであるコンプリヘンドですが、こちらがプライベートリンクに対応したとのことで、自然言語処理をですね、インターネットに出ることなく行うことが可能になりました。では次行きましょう。Amazon EC2 C5A インスタンスが東京を含む複数リージョンで利用可能に。はい、EC2 のインスタンスタイプが新しいリージョンに拡大しましたよというアップデートになります。で、今回拡大されるのが C5A インスタンス、2020年6月に発表されたもので、AMD EPYC プロセッサーを使用したコンピュートオプティマイズドなインスタンスで、最大 10% 程度、同世代の C5 ですね、のインスタンスに対してコスト削減になるとのことで、こちらがヨーロッパでストックホルム、ロンドン、あとアジアで香港、ソウル、東京、アメリカ、カリフォルニア、カナダ中央リージョンの7つのリージョンで新たに利用可能になったということです。ちなみにこのアップデートと一緒に M5AD、あと R5AD インスタンスの 8X ラージ、16X ラージがバージニア北部で利用可能になってました。こちらも合わせてご確認ください。では次行きましょう。Amazon DynamoDB アクセラレーターが新世代のメモリー最適化インスタンス R5 をサポート。はい、DAX、DynamoDB アクセラレーターですね。DynamoDB のキャッシュサービスになりますが、こちらが新しく Nitro システムベースのメモリー最適化インスタンスである R5 ノードをサポートしました。今までの R4、R3 に比べてパフォーマンスの向上やコスト削減が見込めるとのことで、東京リージョンでも利用可能なようです。ダイナモアクセラレーター利用している方は確認してみるといいかと思います。では次行きましょう。AWS ソリューションズライブラリーのサーバーレスボットフレームワークがアップデート。サードパーティー API とのセキュアなインテグレーションをサポート。ソリューションズライブラリーに存在しているソリューションにアップデートがかかりました。サーバーレスボットフレームワークというソリューションで、こちらチャットボットアプリを自動でセットアップするようなソリューションになっています。機械学習のアルゴリズムを適用するラムダがあったりとか、テキストトゥースピーチサービスであるポリーを利用して、チャットボットを作るっていうものになっていて、これがサードパーティーの API を呼び出してデータを利用することができる機能が組み込まれました。API キー、API プロバイダーっていうのを指定することで API 連携が組み込まれるっていう形になっていて、キーはシークレットマネージャーに保管されるのでセキュアだよという感じになっています。チャットボットを実装してみたいという方は、
いいサンプルになると思いますので確認していただけるといいかと思います。では次行きましょう。AWS ソリューションズライブラリーのマルチリージョンインフラストラクチャーデプロイメントがアップデート。 AWS クラウドフォーメーションのドリフト検出を利用した自動ロールバックに対応。はい、またソリューションのアップデートになります。マルチリージョンインフラストラクチャーデプロイメント、マルチリージョン環境へのデプロイを自動化するっていうようなソリューションになるんですが、こちらがアップデートバージョン 1.1 になりまして、ドリフト検出、クラウドフォーメーションのその差分検出ですねの機能を利用した自動のロールバック機能を新たに追加しました。でこれによって何らかのドリフトを検出した場合にそれを SNS で通知してくれて、でそれを許可する拒否するっていうのを、まあ、手動で設定するんですが、それを行うことで、まあ、許可したらそのまま取り込まれるし、拒否したら、その内容をロールバックするっていうような機能が新たに追加されたようです。もともとこのソリューション自体はコードパイプラインを利用してクラウドフォーメーションのテンプレートをバリデートしたりとか、あとはプライマリーとセカンダリーの複数のリージョンにデプロイするみたいなことが可能なものになっています。はい、まあ、簡単にデプロイして確認できるようなので中見てみるといかがでしょうか。では次、最後のアップデートいきましょう。新しいデジタルコースを追加、 AWS プライベートリンクの構成とデプロイ。はい、AWS トレーニングと認定のページに新たなデジタルコースが追加されました。タイトルが Configure and Deploy AWS プライベートリンクというもので、マネコンを使ってプライベートリンクをどのように構成したりデプロイするかっていうのを学べるという内容になっているようです。これによって VPC エンドポイントの作り方だったり、接続要求を許可する権限の付け方、プライベートリンクに IAM のポリシー付けたりできるので、その辺とか、あとプライベートリンクのコスト感ですね、あたりを学べるそうです。ビデオチュートリアルで実際に リソースを立てて、学ぶことができるようで、70分間程度のコースです。ただ英語限定みたいなので、まあ、利用される方は英語のみだよというのはご了承ください。まあ、最近プライベートリンク関係 のアップデートも増えてきているので、まあ、確認していただけるといいかと思います。ということで以上8月11日のアップデートでした。さて内容を確認してきました。今回は Amazon Connect CTA Adapter for Salesforce のアップデートですねについて取り上げていこうと思います。はい、まあ僕も Connect 結構いじってた時期もあったので、 CTA Adapter も軽くではありますが利用したことはあります。まだバージョン1とか2とかぐらいの時期だったんですけど、まあ、ついにバージョン5まで来たということで進化目覚ましいなという感じではあるんですが、そもそも CTA Adapter for Salesforce って何なのかっていうと、まあ先ほども言いましたが、コネクトとセールスフォースを連携させるためのアダプターになっていて、実態としてはセールスフォースのテナントにインストールするものとになってますと。で、Amazon コネクトのインスタンスとのつなぎ込みの設定を、まあ、いくつかポチポチしなきゃいけないんですが、まあ、それをすると利用することができて、セールスフォース内に CCP ソフトフォンですね、を埋め込んで、まあ、セールスフォース上でソフトフォンを利用した電話の受発信ができたりとか、あとは電話の内容をこう、セールスフォースの中に記録してくれるので、CRM ツール上でですね、電話の情報も管理できるようになるっていうようなものになっています。で、今回のバージョン5で、CTI Flows というものが追加されました。これがエージェントのワークフローをドラッグ&ドロップで構築できるっていうものになってます。まあ、もう少し言うと、受信時の挙動っていうのを、まあ、いろいろ設定できるんですよ。今までも JavaScript でこう、コードを書くことによって記述ができたんですが、今回のこの Flows っていうのを使うと、ドラッグ&ドロップで、本当に Flows を書くようなイメージで、その受信時の挙動っていうのがノンコーディングで作れるようになると。で、これによって、まあ、例えば連絡先情報、相手からかかってきた連絡先情報を元にして、アカウントだったり、ケース、あとは連絡先の情報をポップするみたいな設定をしてあげたりとか、まあ、なんか、何らかしらのこうタスクを生成してあげるような機能をつけたりとか、みたいなことが簡単にできるようになります、というものになってます。はい。まあ、柔軟にフローをですね、ノンコーディングで作れるということで、まあ、もともとその、アダプターフォーセルスフォースって、特にコーディングとかいらずに連携が可能なものっていうものだったので、まあ、この機能拡張は結構いい機能拡張なんじゃないかなと思います。あとは、ちょっとこのバージョンで出たか、間のバージョンを知らないのであれなんですけど、クリックトゥーコールの機能ですね。セールスフォースの連絡先の番号をクリックしたら、コネクトで電話をかけるみたいなことも、まあ、可能になっているみたいですね。はい。ということで、バージョン5、なんかしれっと出てくるんですよね、この新しいバージョンが。
昔検索して出てくるインストールページが古くて昔のバージョンがインストールされちゃうみたいなことがあったんで、まあ、今ちょっともう改善されたのかちょっとわかんないんですけど、まあ、一応もしインストールされる方いたらレイティストリリースとか見てバージョンいくつのやつを今入れようとしてるのかっていうのはちゃんと確認した方がいいとは思いますが、まあ、それはさておき、はい、素敵な機能がいろいろと増えてきているなという印象ではありますね。最近だと、AI 周りの連携とかっていうのもセールスフォースとコネクトの間でいろいろと増えてきてたりして、コネクトセールスフォースの連携周りは随分と熱い感じになってきているなという印象があります。ちょっと最近キャッチアップできないんで見てみたいなと思うところではありますが、はい、電話っていう手段をプログラムでいじれるというか扱えるようにどんどんなってきているので、コンタクトセンターをリプレイスっていうのもそうですけど、まあ、よりいろんな幅広い範囲でコネクトっていうのが使えるようになってくるとこれからどんどん思えますので、ぜひですね、コネクト周りもキャッチアップしてほしいですし、セルフホストを利用している方はこの連携周りについてもですね、まあサーバーワークスからも多分いろいろと情報出てくると思うんで、その辺も見ていただきつつうまくキャッチアップしていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで本日の内容は以上にしましょう。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。